はい、こんにちは。フラ音楽教室のピアノ講師、福田理恵です。今日は表紙のことをお伝えしたいと思います。あれ？まあいいか。表紙です。この表紙はですね、楽譜の一番前に先頭部分のところに何分の何っていうふうに書いてあるものなんですけれども、見たことありますか？例えば4分の2とか4分の3とか4分の4とか書いてある、このことです。楽譜の一番前に書いてあるんですが、この楽譜の一小節の中にこの分母のところが四分音符という意味なんですね。四分音符が2つ入りますとか、四分音符が3つ入ります、4つ入りますという意味なんです。例えば4分の2のこと、ここに4分の2と書いてあると四分音符が2つ入るんですね。なので例えば曲は子犬のマーチといって行進曲です。1212というふうになっているんですが、1212212212ということで2秒押し2つ入るということです。四分音符がこの一小節の中に2つ入るという意味です。次、4分の3というと今度はどうでしょうか。四分音符がこの四分音符が3つですね。3つ入るということです。こちらで言うと、もう一つ入る、1、2、3という感じですね。さあどんな感じ。スケーターズワルツっていう曲もありますけど、3拍子の曲をワルツとも言います。3拍子です。1、2、3ということです。では最後の4分の4、もう皆さんお分かりですね。4分の4というのはこの1小節の中に4つ入るということですよね。だから皆さんのよく知っている曲でやってみたいと思います。4分の4と書いてあると四分音符が4つ、一小節の中にドレミファ4つ入ります。では行ってみます。1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4
1小節の中に4つ入る、これが4分の4ということになります。ここの上のところにいくつになっているのか、四分音符がいくつ入るのかということをよく見て、楽譜のところに書いてある表紙の記号ですね、ここが表紙の記号になります。自分の弾いているピアノの曲よく見て、表紙の感覚を、考えながら弾いてみてください。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。